日本鹿児島県鹿児島市、石ヶ谷町、人下沖田交差点を松本市街方面から望む、この交差点より、左側が石ヶ谷町である。右側は西別府町である。石ヶ谷町は鹿児島県鹿児島市の町。旧日置郡移住院郷石ヶ谷村、日置浮上移住院村大技、石ヶ谷、日置郡松本町大技石ヶ谷。 郵便番号は899-2701。世帯数は1906世帯。人口は4775人。鹿児島市の西部に位置する。鎌倉時代頃に土橋村を分割し、石ヶ谷村として成立。南北朝時代には、町田市と移住院市との間で石ヶ谷村の領有をめぐる騒乱が発生し、この騒乱の結界住院市は、日頃逃亡。以後は、 廃藩地検まで、町田市が資料として、石ヶ谷の地を治めた。鹿児島市の西部、長谷川の支流石、谷川上流域の大地上に位置している。町域の北方には、日置市住院町地区の山、日置市住院町、土橋、南方には、鹿児島市上谷口町、鹿児島市春山町、西方には、鹿児島市福山町、鹿児島市商用台町、日置市伊院町、 清藤、東方には、鹿児島市県挟間城、鹿児島市西別府町、鹿児島市五家別府町が接している。高速道路は、南九州にしまわり、自動車道鹿児島道路が、町域の中央部を東西に横断しており、松本インターチェンジが所在している。また、松本インターチェンジに併設して、松本本線料金所が設置されている。一般道路は、町域の北端部、 日置市との境界線上を、鹿児島県道206号、徳重横井鹿児島線が、東西に通り、東部には、鹿児島県道24号、鹿児島東一機線が、鹿児島市五ベ別府町との境界上を南北に、通っている。また、町域を縦断するように、鹿児島県道210号、小山田谷山線が、南北に通っており、県道210号は、 松本 IC 以南は片側2車線で整備されている。交通アクセスの改善により商業施設の建設や、隣接する商業台町や、春山町と同様に宅地化が進んでいる。石ヶ谷町内には、日旅前、日旅中、日田後、日田尾団地、石ヶ谷あずま、松野を、石ヶ谷西、6カ所、石ヶ谷下、新村城、新村下の、 各公民館が設置されている。校長元年まで土橋村の一部であり、山田氏が治めていたが、現在の石ヶ谷町の区域を石ヶ谷市に売却し、土橋村の一部から分離され石ヶ谷村が成立した。南北町時代には、薩摩国移住院のうちの石ヶ谷村であった。南北町分裂の際、石ヶ谷を漁していた石ヶ谷市が来た朝方に加担し、南朝方には、 伊集院氏が加担していた。伊集院氏を首領とする伊集院地区の南朝方軍団の勢力拡大により、伊集院、氷山、日置一帯が伊集院氏の統治下となった南北長期以後、石ヶ谷の地は伊集院氏の統治下にあった。その後伊集院来宮の乱で対立していた、久し豊と伊集院来宮が和解し、その条件として来宮の娘が久し豊に嫁いだ際、 移住院市側から石ヶ谷村が化粧料として送られ、それまで移住院料であった石ヶ谷は島津本家の直轄地となった。その後、島津久志豊が死去。この島津忠国が死後の地位を継ぐと、当地は町田隆久に与えられた。町田隆久に石ヶ谷が与えられた頃には、すでに久志とよも、広志9の姉も亡くなっており、 旧来の領地である石ヶ谷が町出しに与えられたことに不満を覚えた、広志久氏は、法徳元年に石ヶ谷高久を居城の一右事情に招き彼を殺害し、石ヶ谷の地を終えた。その後、石ヶ谷高久の子ライボンがこのことを、島津忠国に訴えたと、島津国史に記してある。法徳2年に、島津忠国は移住院広志久を攻撃し、これにより、 広志久氏は、日後に逃亡したため伊集院氏による支配が終わり、石ヶ谷の地は再び、石ヶ谷氏に与えられた。伊集院来宮の乱母、三照天文五年に、大本の子孫、石ヶ谷忠秀は、島津日清、高久不死に内容し、石ヶ谷城に兵を挙げたが、島津種久の軍に敗れ、忠秀の父、梅久氏は戦死し、忠秀は、伊集院の高久の元に行った。 翌年の天文六年に高久の軍は実球の将であった、肥後女二子を殺害し、福山類の敵も城を捨て去ったため石ヶ谷は再び、忠秀の元に戻り、忠秀は石ヶ谷姓より町田姓に復帰し、以後町田氏が治めた。江戸時代には、薩摩国費沖軍移住院座とのうちであり、村高は、軍村高辻町及び、天保郷町では1四4 9国余り、 急行急流取調べ町では683国余りであった。村内は似たを東松野を西六ヶ所下新村などの字に分かれていた。また寺田屋騒動で知られる有馬新七は石ヶ谷の領主であった町田久成の要請により万事元年により石ヶ谷の地を統治していた。居住地は西方原にあり有馬新七によって文久元年に 東方原の丸岡に南光神社が造営され、二歳連中の訓育のために、悪事を成した者の罰として、石を運搬させ、地内に石畳を作らせるなどをしたとされている。1889年には、町村制が施行されたのに伴い、移住院との内南部の上谷荷口村、春山村、石ヶ谷村、直木村、伊里村、福山村の五村の区域より上え移住院村が成立し、 江戸期の石ヶ谷村の区域は上伊純院村の大技、石ヶ谷となった。1998年には、地域内に南九州西回り自動車道の松本インターチェンジが設置され、インターチェンジの施設内に本線料金所が併設された。また、2005年には、鹿児島県道210号、小山田谷山線のバイパスが開通し、 石ヶ谷町の区間内は、おおむね片側2車線の4車線道路として整備された。2003年7月4日には、石ヶ谷、福山、上谷口の一部より分割され大座商用台が設置された。また、翌年11月1日には、松本町が、日置郡,郡郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町、合併に際して設置された、法定合併協議会である。 鹿児島地区合併協議会における協議によって、松本町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、 鹿児島県の国示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大技石ヶ谷は廃止され、大技石ヶ谷の全域をもって新たに鹿児島市の町石ヶ谷町が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立石谷小学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一般国道主要地方道一般県道。ありがとうございます。